今日結構切れ味いいね。始まりました。はい、東西戦、はい、3月7日3月7日の東西戦、さあ頑張っていきましょう。パチパチパチ、はい、盛り上がってまいりました。はい、本日は16対16かな。はい、16対16で、安定の戦いのゴング、シーマタルバインからお送りしていきたいと思います。はい、戦いのゴングが鳴りました。はい、この2人で始めるのにやっぱり画面は赤いんですよ。はい、なんかあれですね、東西戦って感じしますよね、やっぱり、ね、これね。シーマ強えな。お、え、さらっとシーマが体力8割ぐらい残して勝ってる。やるよか。ダッシュ EX サバー、実にシーマっぽいですね。投げからサバー決めて、そして置き攻めにサマーを埋める。お、マジか。シーマタルさん、シーマじゃ早いんだけどこれマジで今の。次誰、次、はい、次、さあ早速2人目登場。はい、ことぶきさんのダットリー、初だったか、もしかすると初か2回目か。はい、初かもしんない。ごめんなさい、ちょっと情報不足でございます、はい、ちょっと情報不足で、はいはい。いやでも今日も何人かお初にお目にかかりましてというふうな方がちらほらいるので、もしかすると、まあ、ちょっと早めに当てたんですが、早すぎるパターン、いわゆる早すぎるパターンもしかしたら今日出るかもしれないですね。出るかもしれませんが、相手は仮にもバーサスの門番、はい、先ほどはタルバインを最速でぶち殺したシーマレミ。さあこの戦いどうなるでしょう。さあこのキャラ差でなんとかするか、どうなることか。シーマが年季で覆すか。リードしているのはことぶきダットリー。タラジャンからのユックスサマー決めて、はい、ジェッパを返していく。さあ出し投げはグラップするが、タラジャンからアンソニー、さすがに甘えるだった。シーマが苦笑いしてる。あー、ゲージを吐いて死んでしまう。シーマ取ったのはことぶきダットリー。第2ラウンド、シーマもうそんな甘くねえから、東西戦そんな甘くねえからな、笑ってる場合じゃねえぞ、これシーバーいい加減にしてよ。さすにやで、はい、さあダットリーゲージが満タン、レミ側ゲージ半分、ここでどうなるか。 EX 様で切り返してはいくものの、さあ一回置き攻め食らうとあっという間にレミなら死んでしまうでしょう。このゲージのない時のさばき方というのはキャラ体の部分なんでしょうけど、何今の、黒缶の裏に台形当たるんだけど、終わってんのこれ。しかもレミーが体力減ってなかったよ今。終わってる、ふざけとさあ気づいた体力がこれで大体イーブンか。気づいたらレミーがもゲージが溜まっている。ジャムだけはガードだが、リープリープ、アブレ。さあ体力有利でこの状況だと、あー勝ったのはこの時だったり、マジか。さあ、続いては、金ちゃん、ひらがなで金ちゃんの竜なんですが、なんと、はい、京都から、はい、京都、はい、京都からの資格、観光がてらにサードをやりに来ました。はい、本日も地方からの資格がいらっしゃってくれました。ありがとうございます。マジか、頑張ってほしい。ここは頑張っていただきたい。さあ画面端に持っていって竜川が攻めていく。大剣大剣大足、ここはしかし投げが通って、ワンチャンこのバーサスが観光名所になるっていうサード勢の観光名所、サード勢の、まあほら変な人いっぱいいるから、はい、誰とは言わないけど、確かに誰とは言わないけど、まあ、太平さんとかね、とか今日の富永さんとか。いや俺は変に、お前いい加減しろお前10年やってるから、ほら10年やってるとトソをパナすようになるっていう珍獣がいるわけですよ。いい加減せよ。ダイの話するか、ダイの話、はい、すいませんでした。ダイの話するか、すいませんでした。やめろ、すいませんでした。富永さんって言われてくれ。あーっとー、学校は画面はことぶきダットリーが勝ってる。次ペッパーマッソ、さあ次がここでマルガチョンさん来ました。
丸ガチョンさ ん, さんお初に ひらがなの丸ガチョンさんです、ね、お目にかかりまして、お目にかかりまして、はじめまして、東大戦どうもよろしくお願いします。さあここで、はい、最近あのハンドルが面白い方が多くて僕は好きです、はい、確かにいろんな人いますねこれね、いろんな人いますね、はい、さあここは豪機対ダストリーというところになってますが、あれね、はい、投げて画面端で押していく豪機側、ここは投げて切り替えて、大丈夫大丈夫大丈夫だよ。さあお互い攻撃力のあるキャラ、ここからワンタッチで十分死んでいける。着地に井戸投げ合わせて空陣が通るか、オッケー、黒今のえパンチ&クロス、パンチ&クロスやね、パンチの後黒缶のポーズでしたね、あのカウンター見てから中盤余裕でした、でした的なあれですよ、はい、はい、なかなか珍しいものが見えました。さあ今度も豪気側が押していく展開、ここはお見事、100機からの空陣にフォークを合わせている、チラシアート、さあさっきから空陣が苦しそうだ、やばい、しかしここは画面足フォーク打ち切ってしまう、あーマジか、さあしかし打倒ターンが終わっていない、投げ投げ投げ、おこれどんだけキャラ強いんだよこれ、投げ3回で豪気が死んでいく、投げ減りすぎだよこれ、あれあれダードの飛び技、これ半分ねこれ半分なかる、しかし豪気の攻撃力だとまだ全然ある状況だが、出番さあここはダードのさばきがうまい、しかし出し投げを通して OK、 画面端の優位は変わらないが、空陣空陣徐々にダメージを奪っていくが、あーあーっと出てしまった、あるか、ここは3段決めて、オッケーオッケー、さあ勝ったのはマルガチョンさん、はい、次誰、次オッケー了解、ここで登場はヘブンユリアン、はい、すっかりおなじみ、ヘブンさん最近調子どうなんですか、調子どうなんでしょうね、もう東西戦の一員としてって言ったらあれですけど、毎週来てくれてすっかりおなじみではあるんですが、はいはい、なかなかあのなんだろう、まあでも本当にやる気ではやる気で、やる気で ニュートンもあのバーサスも、うん、あのいろんなところに顔を出してるくれるユリアンですね。さあしかし相手が豪気ということで、豪気ユリアンどうなんですか、太平さん、太平さん的には不利だとは思ってます、微不利ぐらいだと思ってます、微不利、はい、何甘えてんすか、ダメですか何甘えてんすか、あのお互いそこまで煮詰まってない状態だと、はい、やっぱり竜巻がきついと思うので、はい、ユリアン側がここはコアコアからのメスタツゴハドやる、いいよあんまり、いいよ、マルガチョンさんがあんまり竜巻は打ってないんですけど、あ、ここは打ちましたね、結局ガードしてもユリアン側がどうさばくかというところにまず一つのポイントが出てくるので、しかしここはスーピアエリス、まずはダメージを取って、しかし投げられる、チュアシ埋めて、ここは投げていくが、出し投げグラップ、ここは当たらずに竜巻引っ掛けて、やる、お見事、メスパーを決めて、さあ強達スフィア、空陣ガード、ここは投げを通していく、やばい、ダイヤシアガード、頑張れ、相打ち、オッケー、メスパー打っていた、オッケー、キャラが強い、次はサトシさんね、はいはい、マルガチョンさん強えよ、マルガチョンさん現在2連勝、はい、ここに出てくるのはサトシさん、早かったなこれは、さあサトシさんの剣、まあ東大戦はちょこちょこですね、団員戦もいらっしゃってくれてる、こちらもやる気勢の剣の方です、お前これどんだけキャラ強いんだこれさあ体力、赤丸取ってダイヤ足をかぐらしていく、この体力ユリア厳しい、長いをバク捨てでかわして一文字、これキャラ差きついからしょうがねえよ、頑張れ頑張ろう、さあ第2ラウンド、剣側ゲージこれで 2.7 本、ダヤシ引っかかるか、チュアシハート竜巻当たって裏からちゃんと中傷量打っている、さあ
お見事マジか。リバーサル陣内かくらして壊したら移動投げグラップ、最後だよし、よしゃーない頑張った、ありがとう。さあこっちが強い、上も強そう、この色が強そう、色強そうです。梅干しさん、梅干しさんの剣ですね。はい、1P 側がサトシさんの剣。2P 側、が、2P 側青剣が、あれですね、梅干しさんの剣ですね。あれで、さあ、剣剣。両カード、両キャラでも5カードと言われるこのカード、どうなっていくんでしょうか。チラシ差し返していく。踏み込んで TC から EX カードだけは当たっている。はい。投げて暴れて、チラシここ出しから、ここはコア陣内決めて、わかんねえ、ワンチャンあるよまだ。うわぁ遅らせての投げ、あの遅らせ投げってどうすればいいんですかあれ。どうなんでしょうね、あそこまで遅れるとガードジャンプで逃げれそうは逃げれそうですね。あこの辺はなんかすごくいろんな読み合いはありそうです、ね、汚いまあ同キャラですか、同キャラだから、汚ねえ、キャラが強いキャラ、お互いキャラ強いから相手キャラ強いから。しかし確かに先ほど中足、豪気の中足に対してのリバサ陣内を決めてきたサトシンさんに対しては足はやりにくいでしょうと思ったら大足に差し返しの中足陣内、はい、ナイスグラップ。じゃあ中足プロって流し、ここでサトシさん側に陣内一本たまる、頑張れ頑張れ、あるプロって投げていく、中盤から EX ハードしっかりと削り切ってサトシンさん2連勝、最強キャラじゃねえか。ここで登場が、瀬戸内だっとり。瀬戸内さんのだっとりですね。はい、瀬戸内さんも結構お馴染みになりましたね。はい、お馴染みですね。はい。割とコンスタントに来ていただいてます。はい、今日は弟がいないのか。あれそうだね。3年生。あ、ゴロネコさんだ。これはそうそうそう。ゴロネコさんはもうダメだから間違うけど。そうか。間違えた。飲みにダメ。間違えちゃダメ。え？間違えちゃダメ。終わり。あ、素直に反省した。終わり。さあしかしサトシ剣の勢いが止まらない、あっという間に一歩取っていく、やべこれ強えな、これお前ちょっとお前ここはサトシさん早いだろこれ、おい。さあジェッパーまで打ち切っていくが、ここは安くすんだか、さあ画面足から逃がさない、投げてここはカニパンできる、あそこでカニパンは無理、はい、下段 PC いいよ、フローカン漏れてしまったケガ、いいよそういうの相手切れるからいいよ、再びカニちょっと緊張してるか、いいよ、オッケー、ここは陣内出てしまう、落ち着いて大ケジェッパー、さすがに死ぬからそういうのね。あれここでアツシさんがなんとここにひょっこりいますが、エントリーしてません、アツシさん。じゃあアツシさんと森川さんですかね、そうだねアツシさんと森川さんでジャンケンしますか。さあ試合の方じゃあ、ミモラ最初はグーじゃんけんぽい、はい、これでしょう、はい、アツシさん取ります、危ないんでアツシさん取ります、危ない、トミニーがジャンケン強いって、はい、アツシさん来たよ、はい、はい、トミニー画面行くよ画面、はい、アツシさんいたよ、はい、第3ラウンドはサトシさんが一気に持っていってるが、ここはトミが取る、マシンガン、ダッキンガンパー、さあワンタッチ、仕事が終わんなかっただけって、お前どんだけ甘えてんだよ、お前サード当たる、ブロッテ、さあどうする、お決め、俺お前のツイッターとか見てるから、ガードしていた、お前のツイッターとかすげえ見てるから、削り切られてしまう、大変でかくなったな、こそ早いって言われました。ここで大平さんが登場したんですが、なんと俺早いって言われました、本日の東大戦の提供は吉野石膏さんの提供でお送りしております。さあここでサトシ君に勝てるのか、結構やってると思うんですが、陣内が入って置き攻め、コパン立ち上げ、早いけど巻きそうなんですよ、はい、詳しい、はい、大変早いっすね、大変さん、大変早いんだったら勝とうよ、大変さん、歌出ない、歌、おっと EX 竜巻が引っかかって中盤陣内が入る、さあアコで PA が入って置き攻め、中足、おっと投げしけ、 EX タックルがかす当たり、おっと運がいい、こっから
音をしっかりシャットできるのか。危ない。オッケー、運がいい。さあ、たい平さんはここでゲージが1本。ここで甘えないで出していく。投げ、謎の投げ式が出ている。あーあー、マジか。しょうがない。いいよ。相手に使わした。大丈夫、キャラ勝ってるから大丈夫。相手運がいいだけ。おっと、なん、謎の昇竜。開幕昇竜拳。投げが通って、竜巻撃っていく誰。すげえな。オッケー。大変が絞られてる。おっと、リーブ陣雷が入って、挑発はしない。こっからは、はい、もうゲームしなくていいよ。もうゲームしなくていいよ。はい、太平さん喋りたいからつって負けちゃダメ。早すぎだから。終わり。さあ、続いては、スミヨンさん。先日、ユリアンでしたよね。あ、ユリアンだった。でしたよね。だから俺今日さ、はいはいはい、ユリアンだと思って、絶対太平より強いからつって、俺スミヨンさん後ろにやったんだけど、あ、そういうこと。いきなりダッドリーじゃん、あれつって。いろんなキャラ使うんでしょうか。さあ、このダッドリー、しっかりと竜巻をブロっている。さあ、しかし2度目の竜巻は厳しい。下風呂から大 KEX マシンガン、コンボで画面足。しかしここは有機処理で切り返す。暴れていく。最後はこれサトシさん早いぞ、これ強いぞ。さあ、今日はちょっと打動が結構多いのかな。打取り多いね今日ね。4人目とか5人目とかそのぐらいですよね。打取り多いね。剣打道、結構いいカードだということを聞いた覚えがありますが、しかし、サトシさんの勢いをどういう風に止めていって、さばいていくか。今日、マッソいんのかな。マッソ来てる。マッソまだいないよね。林、遅らせの TCX カードはしっかりカード。タグアップして。片身 EX 竜巻だが、飛びが通る。ここはコークまず決めて。さあ、奥で。さあ、しかしタッチ中パンで暴れて、まあ、俺早えなって言ってるじゃん。気のせいだった。え、気のせいだっただろ。何で俺早えな。さあ、続いては山子さんのダットリーです。ごまかしていく。はい、ここはダド、もう本当に何人目でしょう。今日は多いですが、大勝利にしっかり反撃を決めていく。ダードからこう決めて、さあ、亀梨壊しからだと一度下がりつつ、ここは大足一度寝かせて、しかしリープからジャンプからの投げ。さすがに、さあ第2ラウンド。いや、山子さんそろそろ止めよう。ここそろそろ止めてくれ。ジャンプを見てからダッキングの裏手コーク。相手キャラ強いから。はい、できる。決めて、そのままダッキングからヒット確認。オーケー。最後もきっかりとダメージを奪って B 勝ち勝利。綺麗だよ、綺麗だよ。さあ、続いては、羽さん、ひらがなで、はい、羽さんの羽さんの誠ですね。金が強いぜ、はい、金が強いぜ、金が強いぜ、わかんない。いやいや、ただのひらがなで羽さんです。多分初めてかと思われます。羽さん、羽さんです。金じゃないんだ、羽だ。羽じゃない。羽。羽。金。羽。羽。金。羽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 。金か。さあ、おそらく初登場かと思われます。ここはしかし初めてと思われるこの対戦で、山子さんのダットリーはどうなっていくのか。さあ、足台系。さあ、カニはジャンプでかわすが、スタートからキーストが進んだんだこれね。ロケッパがね、マジきついんだよこれ。でさ、誠戦にはロケッパ、誠限定でさ、弱マシノーキャンで入るんだよな。入りますね、ありましたね。さあ、その通りに言ってる間にヤマコフさんが勝っていく。さあ、ここで登場がカリオさん。さあ、カリオさんの、カリオさん9ですね。カリオさんわかんねえ、はい、なんか先週も9いたし。ああ、悪い、俺先週いなかったんだ。
先週の今頃の時間俺グリーンでボコられてたんだ俺グリーンじゃねえや俺ほら先々週もさ、うん、あのほら Q の人が何人かいたあいたねお弁当さんお弁当さん弁当屋さんもそうだし、はい、腹を殴る機械さんとかなんか最近多分流行りなんですか先週の今頃は京町カジノでボコられてたわどうだったんですか九州は俺もいや楽しかったよ楽しかった、うんうん、ただ、はい、思ったより勝てなかったやっぱり強かったああのねあの天狗になってたもうちょっと勝てるつもりでそうどうせ九州なんで待っていけんだろうと完全に天狗だった天狗だったか久しぶりに10円玉握りしめてゲーセン並んだわ1回30円だったわやばいワンゲーム30円だったわワンゲーム30円は熱いねさあ失礼試合の方は山子さん勝利山田さん多いな次はどなたですか次はですね山田さんの山田さんの誠はいえ今日本当に誠とダットリ多い誠とダットリが多いなもうお互いダットリがいっぱいいるのは分かるキャラが強いからはいはい誠はねキャラ弱いからね結構きついよはいはいキャラが弱いキャラが弱いはい終わってるあれ 俺とかピエロとか大変なんだよ弱キャラ使いはあのなんかピエロが文句言うのはいいんだそれはもうみんなが認めるから、うん、誰が何のキャラだっていや俺誠は下から3番目、はい、下から3番目、はい下からショーン、クエルブ、誠、レミーあそこはレミーが上なんだ何なのこいつ10年やってるから10年やってるから10年やってた結果がそれなわけだろうんゲームやめた方がいいんじゃないあお前座れ10年やってねどんだけ俺が頑張ってるかお前分からしたるわそれはねゲームやめた方がいいんじゃないお前どんだけ俺が頑張ってるかお前分からしたるわ座れ10年頑張ってその結論に行くとなるとそれはねやっぱりね、はい、何か欠陥があるえ何かまずいところがあるじゃあどこら辺が壊れてんのじゃあ聞くけどほらごめんなさい画面ですよこれきついんだからこれピンポイントにも山本さんが勝っているこれきついんだよこれさあ続いて登場はムクレミさんのレミーですね東大戦はレミさん久しぶりに来たよお久しぶりですはいバーサスはクーテ以来でしょうかねただそろそろ山越さんのフィーバーも終わっちゃう可能性が出てきたとウクレミさん危ないこっから強くなってくるよピエロももちろん認めるまずいよスーパーテクニカルレミーでございますまずいよさあしかしザードレミーというカードここはどうなるかレミー側が選んでいるのはソニックいっぱいフンヌの方ですねケーキでそういうことここはダートからロケッパーレミの体力が見る見る減っていくはいジャンケンスパークいやもうサードしなくていいよもういいよ適当に中盤この体力中盤押してるだけでいいからなんかボタン押してるだけでいいよ相手やることないよいいよはいここは投げていくできるちげえなこれキャラが強いわやっぱり俺もなんかこんぐらい強いキャラ使いてえもん使えばいいじゃんえ使えばいいじゃんいや、ダメなんだ、俺ゲーム下手なんだよ俺ゲーム下手なんだよ使えばいいじゃん俺できねえんだよでも、誠簡単なのえ誠は簡単なの違う、誠頑張ってるあ、頑張ってる頑張ってる誠は頑張ってるお前、簡単とか言うなもんいや、だからもう簡単とか言うだから、わかんねえから怖いわ怖いわ、大平さん怖いわなんなのわかんねえから聞いたんすよ、10年戦そう、10月勝ったら違うな、言うことな怖いわそれとはまた別ですよだから10年選手の富永先生に、はい、誠戦を聞こうと思ったんですよさあ山本さん勝利やっと来たーいここで登場がまた誠です、はい、古谷さんの誠ですね誠5を狙っていた古谷さんでした ね、はい、ね選んでいる SA は聖地でございます惜しかった惜しかったよ古谷さんさあロケッパ対聖中のこの対決になりましたが山子さんがすでに5連勝これはだ、はい、これショートスイングでピヨッてこれは8-2でダッドリー有利なんですよ
完全に終わってるんですよ。僕ダイヤ聞いてないんですけど。聞いてない。今聞かなきゃ、まだ聞いてないんだけど。聞いてない。はい、あれ聞いて。聞いて。あと5秒我慢したら聞いたかもしれないのに、うん、先走っちゃった。聞いてんじゃん。そめに先走っちゃった。うん。さあしかしここは古谷さん今度は押していく。体力は先ほどとは逆、お返したばかりに強していく。これちなみに運が良くないとこれ勝てないんで、これじゃんけんなんで、ただのじゃんけんスパーク勢なんで。誠対ダドはじゃんけんだと。はい、これ前か下。ほら下ね、だいぶしょうがないんだよこれ。はい、はい、まあ怖怖ジェパネロケットでしたね。勝てねえのになってんだこれ。さあブロッテ、ダイパンはガードしているが、チュケ壊してスト打ち切ってしまう。あーしょうがない、しょうがないよこれ。9番からのロケッパー、ヤマコさん6連勝。次森にいいか、ジジイとマッスが来た。さあ続いては、はい、渋川豪樹が来ました。さあ本日は渋川モードでしょうか、はい、森兄の豪樹です。メスタさんいらっしゃいました。メスジ暑い、今日はいい感じに天気いいですからね。本当にあったかすぎて花粉勢にはマジきついと思いますわ。やべ、試合の方は、いや、このまま山子さん優勝してくれ。このまま優勝。しかし6連勝は本当にかなりの勢い。このまま優勝してくれ。ここもカニパンからダッキングアッパー通して。いいよいいよ。さあ第2ラウンド。ダンク。さあ森にはラウンド取られてもここは落ち着いて。はい、行こうというところでダッキングからのコーク、ダートティッシュショートスイングが痛すぎる。マジか、じゃんけんぽん。ああ、運が悪い。裏からここはグラップで済んだ。膝からのメッパー。さあセットプレーはここは残空で様子を見る。お足一度下がって様子を見るが、最後は大パン。キャラが強いからしょうがねえんだよこれ。キャラが強いからな、暴力紳士が。さあもう続きまして、今何人目、ワンピー側は10人目です。カズヤが入りました。カズヤアレックス。さあで人数を確認してたらダドがピヨってます。ちょっと待って、これこのキャラどんだけ強いの。えすぐピヨったんだけど、なんでおかしいじゃん。いやあの人ほらプロレスラーだから攻撃力高いんだ。早く気寄りすぎなんだけど。何これ、ジェッパブロッテリーがこんなにボコボコにされるの。ダットリーが殴り合いで負けちゃうのこれ、おかしくね。待って、さあ体力は半分以上差がつく。しかしあるぜあるぜ、ここ決まっている。ライフラッグ、ふざけんなこれ。だからブーメランレイド、最後は壊しからのあれか、最後は上りジャンプジャッケー。ダンカー頼む、いい感じにキャラかぶせた。ダンカー、はい、続いてダンカーなんですけど、はい、先ほどのトミニーがですね、はい、次誰、ダンカーだ、かぶせたって言ってしまってですね。いや、かぶってない、間違えた、はい、間違えた、さすがに間違えた、アレクに対して誠はかぶせらしいですよ。じゃあ間違えた、え違う、10年やってっから。10年やってても間違っちゃうの。10年やっててもあれヒューマンエラーヒューマンエラー、人がやる作業ってのはどっかやっぱミスあるんだよ。あ、あるね、そう、あれエクセルのマクロじゃないんから。人がやる作業ってのはやっぱりね、どっかでねミスるんだよ。実際のとこは、実際のところは、はい、8-2 でアレクより終わってっから、終わってっから、しかしここはトミニーの発言がフラグなのか、マホが勝っている。なんか頑張ってるから、なんか頑張ってるのは間違い、大変なんだこれ、マジ大変なんだこれ、超きついからこれ、ぶっちゃけ。ここはカズヤさんお見事、裏から吹き上げブロールが
さあ、ラクサまずはトサラミ引き上げが当たらないが、中盤ブロックなんか多分ね、チュンリーのダブル吹き上げやりすぎて、はい、他のキャラのレシピ忘れてるちょっと早かったね、タイミング多分今ね、チュンリーのレシピだったんださあ、これは届く寄ってしまった落として大パーンクリー富にえ誠勝ってるけど大丈夫え、いやいや、じゃあ運がいい棚にいている棚にどっかさあ棚に続いては登場クニですね。はいはい、富永さん、はい、クニがですね、はい、タンクトップじゃないんですよ。クニタンクトップじゃない、タンクトップじゃないんですよ。今日すごくあったかいんですよ。今日なんで今日あったかくなったのにタンクトップじゃないの？はい、あの意味が分かんないけど、気温が18度とかですごいあったかかったんですけど、めちゃめちゃ寒い日だったのにさ、はい、普通の T シャツを着てるんですけどね、あの子意味が分かんない。あれですかね、ただの天の弱だったんですか。じゃあ相手画面見てないよ今見てなかった、相手画面見てないさあここは電陣でピオラセル、はいクソゲー、はいクソゲー、これさクソゲーなんだけど、何がだってさ、あの波動拳さ、あの弾あるじゃん、あれガードできねえんだよ。あれ知ってる知ってる、でもだってあガードできないじゃん。マコトだって戦ってたらマコトピオラスでしょ。え、マコトピオラスでしょ、カラクサからピヨっちゃうでしょ。マコト違う違う、いやカラクサジャンプできるじゃん。なんかジャンプしたらトサラに当たるだろ。だから大トサ、はい、それは運が悪いさあ国の勝利頼む。さあここで登場はタナトスノーロー、この竜めんどくせえからちょっと頼むさあ先週トミニーがいない時に大活躍、はい、あのなかなか理論では説明できない動き、ファンタジスタな動きをされて、マジか、大活躍でした。頼む頼み、マジ盛り上がりました。今週も頼むわさあその不思議な動きを今週もいかんなく発揮できるのか。さあ中足大足、ここは裏から、いやうまいねやっぱり、はい、上り中継かな。はいはい、電陣出す、電陣、さあ電陣出す、電陣出す、タナトシンがまず取っていく、そして石発動、これで固めていく、うーん、怒りの昇竜拳、やめてごめん、できる。はい、相手やることないよ。スーパーブロって投げて圧倒。はい、勝ち確。はい、勝った。はい。レイシー。はい。こういうゲームだから。サードストライクは。頼む、頼む、頼む。来たよ。さあ、続いては二郎さんの動き。で二郎さんは、割とオロにはもう固定で熱殺暴昇竜が来てですね、はい、マジか、今回も SA に先日フグのオロに、はい、PP でゼロ PP で勝利なんていう熱い事件もありました。マジか、はい、あといたからよこれゼロ PP やっちゃった、あいた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 あすっかり焦った、だからあのフグ7連勝からのゼロ PP で死んでったって記憶飛ぶから最近。さあ、しかしここはタナトシン石を惜しまず使っていく、乱れしてまた第1ラウンド取っていく、確実に取っていこう、こっからあんまり許されないから、こっから先のメンツ強いからさ。さあ第2ラウンド石を吐いてしまった後なので、オロ側がゲージがたまらないナイス、なぜかタナトシンのいるチームはいつも騒がしい、はい、そしてコロもくっついて大騒ぎ、さあ投げて、あー打ち切ったー、投げるー、タナトシン強い、打ち切ったー、やべえな。さあワンピーがだいぶ厳しい立たされました。ここで登場、しかし東の神お休み、大丈夫なんかおいこれ、いや棚にいっぱい後ろ強いやついっぱいいるからいいよ、自由にやろうぜ。さあ先ほどのオロの勢いはどんどん吹く風、まずは持っていくが相変わらずガヤがすごい。さあオロ対95どういう対決になるのか、95側はハンママウンテン選択、ここは壊しから打っていった、いやいや安い安い安い、最後はミート、
小足からハンマー打ちましたね。終わってる、すごかったな今の終わってるから。さあ第2ラウンド、ブロッテミートはちょっとタイミング合わなかった。ジャンプダイバン叩き落としていく、ここはシュートは落とさる、垂直ジャンプボディ。さあグラップ、しかしここは初のラウンド、シュートダウンバックフリガー、投げで暴れて、しかしここは石でしっかり反撃、腰登り真珠ワンブロからムーン決めて下り陣中、しっかり中陣中から裏に行くが、ここはパラシガードしてる、赤ブロー最大足なら、オッケー、を残したまま最後削ってブロレンカー、ブロレンカー、これさあ、赤矢がフィーバー、そして再び石発動の第3ラウンド、ブロって投げていく、バブ、ここハンマーキャンセルで打っていた。さあボディと中盤の相打ち、相手のジャンプにはシュート、バブ重心 EX バブ、しょうがない、ありがとう、タナニタナニ、ありがとう。次マッ ISB 先でしょう、さあさあ同じ色のオロが再び出てきました。心のオロです。はい、先ほどのあの大暴れしたタナトシンと同じ色、同じ SA、 同じキャラ。しかしここはハンマーシン YSB が強い。おい、これどんだけキャラさんだよこれ、立ち台剣を戻っている、どんだけキャラさんだよこれ、体力は頑張れ頑張れ、ここはブラップ、これお前ならいける、キャラさきちいけど頑張れ。さあ徐々に画面端に詰めていく、ボディのドセンターを当てて、しょうがない、しょうがない、これヒューゴ誠もきついからしょうがない。さあ第2ラウンドはまずはオロ側が徐々に牽制していく、機動力では明らかに差があるこの2人、やはり立ち回りで押していくのはオロ側ということになるのか。さあここは日輪 2X 日輪飛び道具で相手に嫌がらせ、そして距離は無理に詰めない、着地に中足から日輪、本当にいやらしく立ち回る、いいよいいよいいよ、それでいい、近づかせないの、ほらそれでいいんだよ、ローリスクな立ち回り、ほらそれでいいんだよ、それでいいんだよコロ、それでいいんだコロ、いかに体力の多いキューゴといえどこうも削られると厳しいか。パムパム中足日輪、そういうこと、中日輪温存していくか、立ち回りができている頃温存していくか、いいよ立ち回りだけで頑張れ、 EX 日輪ゲージ節約して頑張れ、お前ならいける、お前ならいける、ですが自分を信じろ、バンバン打っていきますね、自分の力を信じろ、しかし画面足、そして20秒を切るが上りだけ、このタクはエルボガード、ナイスタッチガード、さあ日輪対打ち、ゆっくり日輪、そういうこと、タッチからの陣中、そこまでは無理だから、さあ削っていく、いいよ、石を使わないで勝った、 OK、 そして最終ラウンドだが中足 YSB ハウス始まるのか、バーブからミートまで決め、ウルタスマン決めて、ここはさあバグで下段、これあれバグで下段無敵だから、ここはガードしていたからの、お前コロ膝で終わってしまった、おいそしてお前うっなんだよコロ、お前なんだよあれ、マッソ頼む、さあマッソで、マジさあ続いて登場は何人目、これこれはもう十何人目ですよ、十何人目、さあマッチ号機の登場です、うん、マッチ号機さん、ご結婚おめでとうございます、はい、ゼクシーゼクシーマッソゼクシーマッソ、さあ先日パパパパーンパパパパーン、あ、また歌増える前なんて乗ってくるはっはっはじゃね、ごめん
今画面がちょっとすごかったははじゃねえよ、画面がすごかった。こういうことやお前、ちゃんとやれよ。すいません、お前適当にマイク持ってんだろお前。大丈夫、命かけてる、かけてる、本当かけてる、命かけなきゃね、こんなに叩かれて握れない。あ、本当？じゃあ太平さん、はい、死んでください。大変さん死んでください。さあ俺が死ぬ前に画面の方が決着できた。ハーブからハンバー、体力有利を見事に逆転していった。ちょっとマッソ、さあ第2ラウンド、マッソボディから、ここはパームで画面押しをしていく。昇竜からの熱波で切り返すが、さあボディだが大パンで切り返している。そしてダンク画面端に行くが、ここ百鬼投げ、しゃがんでいてもヒューゴは手のでかい分座れやすい、あの百鬼投げ、はい、再び百鬼投げできるよ、いいよ、相手やることないよ、相手やることだよ、いや空中から波動拳出してるだけで相手やることないよ。そしてダンクを縦に波動拳でいいよ、相手に攻め込ませない立ち回り、はい、一つ X でいいよ、百鬼投げ、波動拳と昇竜拳でいいよ、上り台拳、ザンクで逃げ、灼熱重ね、百鬼投げ、徹底しているこの動き、さすが魔人、相手魔人だからな、百鬼投げ今5回、4、5回やってました、相手魔人ですからね、距離調整完璧でした。さあ最終ラウンド、お互い、はい、満タン、ここはコアコアメッパでまずは入っていく、灼熱重ねて体力は3割ほど攻撃側が奪っている。そしてこの残空の盾、はい、しっかり対空で昇竜は打っていく。さっきの百鬼投げを見せてからの今度は百鬼巨人、そして昇竜、はい、ボディも当たらない、相手やることないよ、いいよ、はい、さすがし投げで残空で置き出りはしない、波動からのメスパスコーなど、ここはガードされても距離が離れるだけ。さあここメッパ打ってしまって、まずはハンマーマウンテン、さあ置き攻め、ボディー、これはピンク、やばいやばいやばい、オーケー、昇竜拳できる、勝ったのはマッチ、さすがマッソ、危ない、白い歯見せる、早いか、頼むマジ。さあワンピラーは副将まで来てしまいました。ここでミモラが登場、相手ビールかなり飲んでるからいけるぜ。あれ今日ミモラと飲んできたの、はい、あ、そういうこと、なるほどね。さあしかし今日のトミニーと違って、はいはいはい、飲んでいることを感じさせない動きを見せているが、ここは画面端に連れていかれてしまう。コパンクラから来た、ふざけんなよこれ、バイバイ、すげえマジ、しっかりゲージも回収して最後は大パン。なんだよこれ、どんだけ相手キャラ強いんだよこれ。さあ同じだけ飲んだからといって全く同じ酔っ払いが2人出来上がるわけではありません。いや俺のがハンデあるよ、で俺今日日本酒3合なんだ、はい、相手ビール3杯だから。俺のが不利だよ。俺のがきちいよ、あなた自重すればよかったでしょ。え、開幕から日本酒3本とか言ったら俺のがきちいんだけど。はい、さあしかしここはマッソが取り返す。はい、いいよ、綺麗だよ。さあ最終ラウンド、先ほどの日本酒3号を白状した途端に、それはちょっとの酒じゃないとみんなに怒られる、相手ビール3杯飲んでるから。投げていく、逃げにはタッチ中継合わせていくが、はい、タッチを止めて移動投げ、オッケー、ナイス、あの EX スリキかわしたらもう相手切れてるから、さあ勝利ボールでしょ、これはお見事、瞬国殺をくぐっている、おい投げてフォロー、吹き上げー、ふざけんなこれ、そして正中戦、なんだよあれ、ここしかないってところでぶっ込みました、アツシさん頼みます。ネキさん俺と同じチームです、こっち 2P チームです。さあ、ワンピー側、ごめんなさい、2ピー側はここでアツシが登場、残り5人、アツシを入れて5人ですね、5対2という形になってきましたが、
さ。あれバナオは？あ、バナオそっちだから。いや元気はねこっち入ってる。うん。さあちょっとバタバタして失礼。ここは唐草大パンから EX。 お前と、お前俺と誠さんやってんだろお前。え？お前までしか行けないのか。切れそうなんですよ。アツシまでしか行けないと切れてますね。いや、誰ですか。え、何か間違ってますか。アツシが富永までしか行けないって言ってるんですよ。いや、アツシが、アツシまでしか行けないって言ってるんですよ。いや、アツシが富永、アツシ誰ですか。いやいやいや、お前いい加減しようかね。誰も間違ってない。お前10月勝ったかってお前いい加減しよう。俺も富にも、あって、間違ってない。俺も富にも間違ってない。お前いい加減しろ、お前。さあ、画面の方は、今度はアツシ側が、体力、緑のまま押していく。あともう手裏剣で削ればいいだろう。手裏剣じゃなくて区内です。はい、最後はリープ。ほら、さあ第2ラウンド、第3ラウンドコースパース。まず正中線入っていった。体力半分ゲット。さあ誠側は距離を見ながらゲージを貯める作戦か。しかしここは風木に決めていく。グラップ投げて大パン、しゃがみ大パン、こかしていく。裏から投げて、わーカス。ここは裏の霞でフォローしていく。最後はジャンプ。なんだよそれ。次はピエロ組んでんだけど、こっちクビにしたいんだけど。さあここで登場は厳密にピエロ。頼む、投撃準優勝だから。投撃準優勝してっから。さあ意外にどうでしょう、東西戦ではこの2人あんまり当たってないんじゃないかな、はい、あんまり当たってない。さあ誠とレミというキャラ差はあると思いますが、この2人どういう戦績でどういう戦いを見せていくのか。ここはレミが当たっていく。壊し壊しルグレ、ジャンプ中継で水ジャンを勝ち合わせていくが、投げてルパンチャンスを削りきれない。さあワンチャン、ワンチャンあるか。壊しルグレ、最後は EX クレイ。マジけ。さあミモラしっかりと危ないところ取っていって、ここは第2ラウンド。さあ投げて球を決めるゲミチン、ハイパン、ルグレ。さあピエロハウス画面端から逃げられないが、いいよピエロ、ピエロいいよ。ここは剣で画面端から逃げてきた。そうそう、近づかなくていいよ、近づかなくていいよ。わしプロっているが近づかなくていいよ。さあ下がっていくレミーだが、ルグレと交錯しているスタブロ。危ねー、これは戦術決まっている。ふざけんなこのクソキャラ。さあ元気頼む、ミモラ3連勝、元気頼む。じゃあ聖地使えばいいじゃん。じゃあゲームが終わる。俺が聖地使うとゲームが終わるから。ドリーが聖地使うとゲーム終わる、ゲーム終わるから、終わっちゃう。あえてもっと楽しもうぜ、スタートストライクを。まだ俺はこのゲームを生き出したいと。そう、楽しもうぜ、サードストライク。さあ今日はトミニー終わるまで本当に酔っ払いが抜けなそうです。ここで出てきたら原神のラットリー。これはなんだよそれ。さああれね、ダドガーまだあるのか。最後はしっかりしゃがみキューパー。さあ第2ラウンド、ここはジェッパー打っていく。グラップ、コパンからガラクタ、ダイパン EX、 剣の2発当たってジェッパーで切り返すが、さあガミナシ壊しブロって、さあ誠のしゃがみの判定がおかしくて当たらない。しかしブロリ直してからしっかりロケットまでつなぐ。最後コロジョンゴロケッパー、最強。相手神だからね、相手神だから。誠のしゃがみの判定がおかしすぎるんだ。あれ
何にも当たらなかったんじゃないか。これはお見事。はい、ちょっと待って、最大把握してる。最大だったね今の。最後の一発は当たりませんでしたが、これはお見事だった。しかし、はい。あるよあるよ。はい、どっち、じゃんけんぽん。運がいいな、相手しっかりカード、相手運がいいな。さあ元気ダドがしっかり定着してきたのか。ミモラ相手に、ここは盤石の立ち回りか。いいよ、あーい、見たー、綺麗だよ綺麗だよ。ジジジジ大将です。なんで本日大将、いや違う違う、バナオだよ、バナオまだいるから。バナオあいつまだ、バナオはいるんだ、バナオ大将、うん、失礼しました、一人増えましたので、バナオがいるんだ、副将メスターユンということになります。やべえ。さあここはまず元気を分からせるという意味で先に出たのか。コンボが入っていく、裏からジャクジャク天使、そして前方転身しゃがみ中盤二昇格。これどんだけキャラ強いんだよこれ。さあ危なげなく取っていって第2ラウンド、ワンブロからしっかり空中でも対応のしゃがみ中盤二昇。ここしかし投げていく、フォアコフォークからの、さあ沖攻めはバラを重ねてダート DC、シュラスでしょ、ジャンプ DC 拾っている反撃もしっかり、ここは当たってしまう、マジか、いや生き残る。さあこれは補正切り、ここまではしょうがない、ここからだ、ここからどうなる、ここはゲージを吐いてダドがしっかり取り返した。頼むぜ、あれ当たるんか、当たりました、なんかめくるかと思ったね。さあ両方ブロッティング、はい、EX マシンが決めて元気心。さあしかしここでゲージ発動、固めてリープ、オッケー、ナイスガード、ここは伝わってる、安い安い。さあダッキンからスイジャック、オッケー、元気まだだ、元気まだ、バナーがいる、バナーがいる、元気、バナーがいる。さあこの対決になりましたが、ダルブ元気10さあワンピーチーム大将バナオ、はい、相手は元気だったね、ジャカー。さあこれが最終戦となるかどうか、まずは飛びから3打取ってブロラス昇竜、中足昇竜電磁波ボケ、やべー。さあバナオが元気に何もさせない、しかしここはカニを通してダッキングストレート、陣地を取って大剣埋めてダッキング攻撃、しかしここは切り返しの EX 勝利、汚ねえなこれ、汚ねえなこれ。さあ即答に対して台形マシンがしっかり打っていく、投げてワンブロからしゃがみ台の竜巻、竜巻。さあ画面柱がショートスイングがしゃがみだと減りすぎ、昇竜拳。最後はさすがにここから負けたよね、ゲキシンで、ゲキシン一回ダウンさせたリーチだよ。さあ最終ラウンドはどうなるか、はい、ここヒット確認、金からのコーク、はい、すかしコアコア、どっち、コアを決めてスタート、ここはブロッテ、画面足を入れ替える、電磁打っていく、ここは相打ちを狙った、オッケー、ブロッテ中足叩き、やばいやばいやばい、ブロッテいるが下ブロー、おいマジかよ、バナオ勝ったのはバナオ。さあ 2P 側も副将まで来ました、ここで出てくるのは富永、残るは富永と抜き、この2人になります。バナオはこの2人に立ち向かっていけるのか。さあリープロッテ、画面足で寝かせる、投げてワンプロ勝利。さあ電信発
道剣ブロっているが追っかけて昇竜が間に合う。さあ第2ラウンド、今日はトミに日本酒3号の力に負けるのだ。しゃがみ大パン、しゃがみ大パン、ここは辛くさ大パン EX ゲスト。さあしっかりピョロしていく、お返しとばかりに P 勝ちで富永が取り返して、さあ最終ラウンドになるのか。ここはブロっている、投げて画面端、電陣ピョっていない、まだ台形でピョる。そしてジャンプ三段決める、壊ししゃがみ大パン電陣、1試合で2回のスタン、富永死んでいく。大将大将まで行かないといかんやろ、行っとけよ大将大将で、行っとけよ大将大将。ニモちゃんがぶち切れております。お前ふざけるマジだよ、ゲームやらせろよマジだよ。悪い、3-4で優勝したわ。俺が勝ちすぎて優勝したわ、3-4。悪い悪い、まだ動画上がってないんだっけ。動画撮れてねえとか言って切れそうなんだけど。そうなの、やったー、前目失敗や。さあここ試合の方は本日人数結構増えましたね、17対17ぐらいになってるんでしょうか。34人の東大戦の大将大将が抜きたい場の、ここは林、しかしスピーバー抜きちゃったら抜きちゃったら抜きちゃった。さあまずマッチポイントを取ったのは抜き心理側、投げて画面端へ、抜きちゃった大剣、抜きちゃったジュースだもんね、空中投げ様相から大剣で戻ってきて表当て、そして砲翼当てて竹上りの移動投げ、ジュースが今日もジュースがジュースが膝からハイジャンプ、ジュースがうまい、はい、ジュースがうまい、今日もジュースがうまいよ、おめでとうございます。ワンピーガーの人はジュースをお願いします。ワンピーガーの人はジュース。はい、ジュースお願いします。今日もジュースがうまい。今日もジュースがうまい。綺麗だよ、バナナ綺麗だよ。はい、